それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か、いよいよ発走です。スタートしました。横一線、綺麗なスタートを切りました。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。オーソリティ前に行きそうです。名勝天元、それに続いています。さらにはミュゼエイリアン、6番大成トレイル、その後ろ並んで8番ベストアプローチ、その横にアイスバブル、その外にラストドラフト、その隣にユーキャンスマイル。この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。その後ろからはアドマイアジャスタ、赤の帽子エアウィンザー、その後ろバレリオ、すぐ後ろ最高峰にサトノルークス。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。4番オーソリティ、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、これに続いてミュゼエイリアン、すぐ後ろにアイスバブル。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。ベストアプローチ上がっていきました。そして大きく離れてラストドラフト、この位置です。これに続くのが名勝天元、並んで11番ユーキャンスマイル、すぐ後ろに大成トレイル、並んで3番エアウィンザー、すぐ後ろにバレリオ、アドマイアジャスタ、そのうちに続いています。しんがりからサトノルークス、各馬大欅を通過。先頭は依然としてオーソリティ、2番手のベストアプローチ、先頭を捉える勢いです。間を挟んでラストドラフト、3番手第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。オーソリティ先頭、しかしその差はわずか、粘り込めるか。楽な手応えでベストアプローチ先頭に並びかける。オーソリティ先頭、残り 200m を通過して、ここで先頭変わってユーキャンスマイル、2番手は名勝天元、ユーキャンスマイル先頭だ。ユーキャンスマイル、わずかにユーキャンスマイル、大勢有利。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か、いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先行争い、オーソリティ前に行きそうです。大成トレイル、それに続いています。さらにはベストアプローチ、12番ラストドラフト、その後ろ内からはアイスバブル、その隣にミュゼエイリアン、名勝天元、そのうちに続いています。その外からユーキャンスマイル、アドマイアジャスタ、それに続いています。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。エアウィンザー、すぐ後ろ並んで6番バレリオ、サトノルークス、この馬もこのグループ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度一気に先頭に立ちました。5番オーソリティ、リードは1馬身から2馬身、これに続いてラストドラフト、すぐ後ろにベストアプローチ、オレンジの帽子アイスバブル、その後ろ先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。ミュゼエイリアン、それに続きます。並んで1番名勝天元、その外にユーキャンスマイル、その後ろからは大成トレイル、並んで11番エアウィンザー、その横にバレリオ、すぐ後ろにサトノルークス、最後方にアドマイアジャスタ、もう一度先頭から。5番オーソリティ、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、これに続くのがラストドラフト、各馬大欅を通過。さあ先頭は依然として5番オーソリティ、ラストドラフト、ほとんど差がありません。間を挟んでアイスバブル、3番手名勝天元、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。オーソリティ先頭、リードは1馬身から2馬身、ユーキャンスマイル足色は十分、前に迫れるか。オーソリティ先頭、外から勢いよくユーキャンスマイル先頭、あと 200m、 残り 100m、 サトノルークス食らいつく、ユーキャンスマイル先頭だ。ユーキャンスマイル、ユーキャンスマイル1着、2着にはどうやらサトノルークス、勝ったのはユーキャンスマイル、このレースを制したのはユーキャンスマイル。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か、いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはミュゼエイリアン、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくミュゼエイリアン行きました。続いて前へ行くのはオーソリティ、さらにはベストアプローチ、3番アイスバブル、その後ろその外から大成トレイル、すぐ後ろにラストドラフト、これに続くのが名勝天元、ユーキャンスマイル、すぐ後ろバレリオ、それに続いています。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。エアウィンザー、その前に進出、その隣にアドマイアジャスタ、しんがりからサトノルークス、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました。7
7番オーソリティ、オレンジの帽子ミュゼエイリアン、その後ろ大きく離れました。ラストドラフト 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。並んで12番大成トレイル、すぐ後ろにベストアプローチ、さらにはユーキャンスマイル、並んで3番アイスバブル、その外にバレリオ、その後ろに名称天元、その後ろにエアウィンザー、その外にアドマイアジャスタ、最後方にサトノルークス、前の方からもう一度7番オーソリティ、依然として先頭オーケーキを通過していきます。さあ先頭は依然として7番オーソリティ、2番手のミュゼエイリアン、先頭を捉える勢いです。間を挟んでラストドラフト、3番手4コーナーカーブから直線コースに向きました。オーソリティ先頭、2番手以下も差がなく続く、ミュゼエイリアン追いすがります。オーソリティ先頭、外から勢いよくユーキャンスマイル先頭、残り 200m を通過して2番手はサトノルークス、ユーキャンスマイル粘る、ユーキャンスマイル、ユーキャンスマイル1着、2着にはどうやらサトノルークス、勝ったのはユーキャンスマイル、このレースを制したのはユーキャンスマイル、